アレクシス・ノエル・レクシー・トンプソンは、ルプガツアー米国人女子プロホルファー。12歳で、全米女子オープン本戦で予選通過した。2010年に15歳で、プロ転校した。2011年9月18日、16歳7ヶ月8日で、ルプガツアーで、初優勝し、ルプガツアー最年少優勝の記録を塗り替えた。3ヶ月後の12月17日、 女子ヨーロピアンツアーのドバイレディースマスターズで2位に4打差をつけて優勝し、LET の最年少記録での優勝となった。2014年にはクラフトナビスコ選手権に優勝したが、この時彼女は19歳1ヶ月27日で、これも最年少でのメジャー優勝記録となった。レキシートンプソン、2013トンプソンは2010年6月16日にプロになったと発表した。 彼女はコブラプーマゴルフ及びレッドブルとスポンサー契約を締結した。この時点でのトンプソンはルプがツアーのメンバーとしての公式の地位を書いており、トーナメント本戦に出場するにはスポンサーによる予備予選免除枠の適用に大きく依存しなければならなかった。最初のスポンサーによる予備予選免除はショップライトルプがクラシックへの出場だった。 そこで彼女は4ストローク差で予選落ちした。5月にフロリダで開催された予備予選にエントリーして、これを通過、7月8日から11日まで本戦が行われる全米女子オープンに出場した。ここで首位のポーラ・クリーマーから9打差の10位タイで、フィニッシュし、6、初めてのプロ賞金72,131ドルを得た。2週間後、エビアンマスターズで、 トンプソンは首位に1打差の2位体、マイナス13で終え、24万2711ドルを稼いだ。3回のプロトーナメントで得た合計賞金額は31万4842ドルで、仮に彼女がループがツアーのメンバーだった場合、公式ループが賞金リストで18位にランクされていたことになる。エビアンマスターズの結果により、 彼女は女性の世界ゴルフランキングが75位上昇して74位になった。彼女は2010年のルプガツアーでさらに3つのトーナメントをプレイし、CN カナディアン女子オープンでは予選落ちしたが、残りの2つの大会は16位タイと57位タイでフィニッシュした。2010年の12月、ルプガに対して2011年に行われるトーナメントについて、 これまでのループがルールでは非会員は6試合までしか出場が許されないとされているところをスポンサー予備予選免除枠を使って最大12トーナメントの出場を許可してほしいとの請願を行った。2011年1月コミッショナーであるマイクワンはこの請願を却下したが代わりに非会員でもマンデークオリファイングには参加できるようにルールを改正した。 このことで2011年に12を超える数のトーナメントの本戦に出場するチャンスが得られることになった。トンプソンは2010年10月フュージョンマイナーリーグゴルフツアーという団体が主催する男子の育成目的のワンデートーナメントに出場し始めた。ここでは女子プレイヤーは男子の平均94%の距離のティーからプレーした。 2011年2月には女子のツアーに戻り、女子オーストラリアンオープンとアンズレディーズマスターズに出場し、前者では予選落ち、後者では42位体の成績だった。米国に戻り2月21日には、ホームコースであるコーラルスプリングスで行われたフュージョンツアーでデビットバーガーロンとのプレイオフを2ホール目で制して優勝。これが彼女のプロ転校後の初勝利となった。 3月、ルップがキアクラシックではマンデーから参戦したが、本戦出場はならなかった。2011年初めてのルップがトーナメントは、アブネットルップがクラシックで、これは、スポンサー枠の予備予選免除で、本戦出場した。3ラウンド終了時には、主位のキム・ソンヒーと並んでいた。日曜日、14番15番を連続ボギーし78を叩き、最終的には、 首位から9打差の19位体となった。シャプライトルプがクラシックでは予選落ちした。ルプが選手権と全米女子オープンはマンデーから挑戦したが、いずれも本戦出場できなかった。ルプがツアー5試合目のエビアンマスターズでは36位、タイでフィニッシュした。春から夏にかけてはフュージョンツアーに継続的に参加していた。8月にセーフウェイクラシックで31位体。 ついでカナディアン女子オープンは予選落ち。9月になってナビスタールプがクラシックで16歳で初優勝し、これは1952年にマレーナ・ハッチが18歳で初優勝したルプがツアーの記録を塗り替えるものだった。彼女の記録は11ヶ月後の CN カナディアン女子オープンで優勝したリディア後に塗り替えられる。2011年12月17日。 ヨーロピアンレディースツアーのドバイレディースマスターズで2位に4打差をつけて優勝。この時16歳だったが、LET の最年少優勝記録となった。ルップがツアーのメンバーになるには18歳以上でなければ、ならないというルールの除外を求めた請願に成功し、2011年のクオリファイングスクールに参加して勝ち上がれば2012年ツアーの出場権を得ることが可能となった。 三段階の旧スクールの最初のステージは2011年7月26日から29日に、デートナビーチのルプがインターナショナルコースで行われ、ここで2位に10打差のマイナス23でトップ通過した。ステージ I の上位50位がステージ2に進出できるが、その前にナビスタールプガに優勝した。このため、ステージ2を放棄し、ルプガに対してこのナビスターの優勝をもって、 メンバーシップが得られるよう請願を行った。この請願は9月30日に承認され、晴れて2012年のツアーに参戦できるようになった。この後の10月には、締め、ダービー・ルプがマレーシア、11月には、ロレーナ・オチョア招待と2つのルプがツアー大会に優勝した。トンプソンのルプがツアー4勝目は、クラフト・ナビスコ選手権で初めての女子メジャー大会優勝となった。 友情当時で最年少に次ぐ2番目の若さでの女子メジャー勝利だった。ルプがツアー5勝目と6勝目はそれぞれマイヤールプがクラシックとルプが花バンクチャップヤンシップだった。これがベストシーズンで176万3904ドルの賞金額はリスト5位だった。2016年にはホンダルプがタイランドで7勝目を挙げた。同年日本にも ループがという名称のゴルフ統括組織があり、このツアーに参戦し、ワールドレディースチャンピオンシップサロンパスカップに優勝した。ウォーバーアンゴルフカントリークラブにおける全英女子オープンでは自己ベストの8位タイでフィニッシュした。この年は、ピュアシルク、バハマズループがクラシックの出場からスタートしたが、第2ラウンドでは12アンダーパーの61で回った。大会は、 ブリタニー・リンシコムがプレイオフの最初のホールでバーディーを取り優勝した。ルプがツアー8勝目はキングズミルチャンピオンシップで達成。4月の ANA インスピレーションでは第3ラウンドの17番ホールでボールのリプレイス方法を誤り4打罰を課された。テレビで観戦していた視聴者からの通報でこのことが発覚した。 それでも最終日にプレイオフに持ち込むことができたが、最終的には、リュウソヨンに負けた。9月9日、インディー・ィメイン・テック・チャンピオンシップで、ルップがツアー9勝目を挙げた。シーズン終盤の CME グループツアー、チャンピオンシップの最終日18番ホールで2フィートの、パッドを外し、2連続バーディーを取った、アリア・ジュタヌガーンに負けた。だが、 CME グローブのレースでは依然、周囲に止まることができたので、賞金の100万ドルを得ることができた。2018年の全英女子オープンを途中棄権した後、あと1ヶ月間、ループがツアーから離れた。インスタグラムには、このところ長いこと自分が自分でないように感じていた、この時間をメンタルのバッテリー充電に使い、プロゴルフから距離を置いて、自分自身を見つめ直しますと書いた。 休暇後、2試合連続で予選落ちしたが、シーズン終盤の CME グループツアー、チャンピオンシップで2位のネリー・コルダに4打差をつけて優勝した。この勝利は、最後のそれから1年以上経過していたが、プロになって10回目の勝利であり、50万ドルの賞金を獲得した。2011TPC フェブラリーシュトとト。ありがとうございます。